アニカは村を焼くことにした。はい、こんにちは、スレトルトと申します。とても怖いタイトルなんですが、このゲームは村焼きゲームと言われるジャンルのゲームらしくて、村を焼くゲームなんですよ。アニカさんが村を焼くゲームで、とてもそれだけだと怖く聞こえるんですけども、このゲームのジャンルが放置ゲームと言われるジャンルで、5分に1回村を焼くことができるというゲームなんですね。で、1回村を焼いたら5分待たなきゃいけないっていう、まあ、クッキークラッカーとかね、おばあちゃんのクッキークラッカーとか、スマホでなんか大量になんか、工場のラインとかが、増えてって、どん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 なんかお金貯まってったら放置しながらなんか楽しんでいくようなゲームあるじゃないですか。そんな感じのゲームのジャンルらしいです。とても面白いゲームらしいので、どんなゲームかやってみましょう。なぜアニカは村を焼くことにしたのかとかも、重要になってきそうですね。このゲームはマウスタップ操作を、推奨していますと。このゲームは村が焼ける描写、残酷な描写が含まれています。まあ、村を焼く描写はあるでしょうね。アニカは村を焼くことにした。アニカは優しい母親と二人で村に住んでいました。二人は仲睦まじい、親子でしたが、魔法の力を持っていました。それが悲劇の始まりだったのです。迫害されたんだなぁ、アニカちゃんは。魔術への恐れ、魔女狩り、悲劇、母の濁った瞳、村への復讐。アニカが村を焼くことにした理由は、ひどくつまらなく、ありふれたものでした。まあ確かに。魔女なんだね。だから焼こうっていう感じになったわけだ。もう、行きましょう。アニカちゃん。アニカちゃんは、まあ、魔女ってことだよね。で、お母さんをやられたか。これ焼いていくのか。なるほどな。なんかちょっと、栄えてるそう。なんか、高床式な村とか。あと、これとかすごい、城壁の村とか、焼きにくそうな村とかありますね。はい。アニカの目的は村を焼くことです。しかし、アニカは魔女の力を持つとはいえ、ただの娘です。村を焼くには、使い魔を召喚して刺激する必要があります。最終的にイフリートとかね、炎の、使い魔の中でも上位のやつを、刺激するようになったりすんのかね。召喚するには、左上の召喚マークをクリックか、タップして、任意の使い魔を選んでください。なお、召喚には村を焼くことで増える憎悪を消費する必要があります。憎悪という MP。ただし、今回の始まりの村のみ、使い魔を刺激しなくとも焼くことができます。アニカが村を焼くには5分間の時間が必要になります。おう。名前のついた村のアイコンをクリックすると、その村の説明を見ることができます。刺激する使い魔の参考にしてください。セーブか使い魔の確認は下のボタンから行ってください。それでは5分後にまた覗いてみてください。この村の顛末を、伺うことができるでしょう。ゲームを閉じていても村焼きは済みます。面白いね。実況にめっちゃ向いてないね。5分間黙ってろってことだもんな。使い魔なくても村焼けんでしょ。なんかこれ強そうな村にも見えるけど、村の名前、始まりの村、あ、始めはここしかダメなんだな。アニカの住む村、え、自分の住む村を燃やすんですか。魔女への恐怖に駆られ、アニカの母親を含む数人の村人を処刑した。魔女を処刑したことで村人の気は緩んでおり、アニカ一人でも十分に村焼きを行うことは可能だろう。これは?ここは見れないんだな。あ、あった!水の村アクレ。水の精霊に守られた神秘の村。村人は水の精霊と、それを刺激する聖女ミズハを信仰している。水の精霊に対抗するには、炎の精霊を刺激するのが一番だろう。まず焼くか。まず焼いて、こういう説明を後で見た方がこれ良さそうだな。うん。5分間の時間をとりあえず立たせなきゃダメだな。じゃあ、召喚?召喚についての説明を聞きますか。はい。ここでは像を消費して、使い魔を召喚することができます。まだ像ないんだね。人の像ってことかな。自分の像じゃなくて。使い魔には様々な効果があり、村を焼くのに役立ちます。また使い魔はただ待っているだけでは意味がありません。使い魔ボタンから任意の使い魔を選択して刺激してください。刺激する使い魔によってアニカのイラストが変わります。特定の使い魔を刺激しないと焼けない村もあるので注意してください。おー、悪魔、砂男、サンドマン、ゴーレム、火の子。なんか全然この砂男とか火とか関係なさそうだけど、今でも今像ないからダメだよな。これ焼かして。焼けない?使い魔。ないもんな。あれ?使い魔なくても焼けるって書いてなかった?
どうやって焼けんだ？おお、燃えた！5分間経ったら燃えるのか。なるほど。今ね、何やっても燃えねえな。どうするんだろう、クリックとか思ったら、5分間経ったら燃えましたね。小さな村はあっという間に炎に包まれました。パチパチと木がはぜる音がかすかに聞こえてきます。明日の仕事に備えて眠っていた村人たちが気づいた頃には、炎はどうしようもなく燃え広がっていました。まあね、まあ、別に悪いことしてないのに魔女だってだけで殺したわけだからね、因果応報ではありますよね。おい、早くありったけの水を持ってこい。助けて、中に母親がまだいるんです。無茶言うな、みんな逃げるんだ。村人たちは必死に火を消そうとし、家財を運び出し、家族と共に逃げようとしました。しかし一切は無駄な努力だったのです。すぐに炎は全てを灰に変え、村に残されたのは灰と炭の、小地帯の山だけになっていました。めっちゃ死んじゃったなぁ。あ、ちょっとずつストーリーが分かっていくんだ。兄か、お母さん、魔法ってどう使うの？魔法はね、心の力なの。強い願いや思いが不思議なことを起こしてくれるのよ。アニカにも魔法を教えてあげましょう。でもね、これだけは覚えておいて。悪い心を持つとすぐに良くないものを引きつけてしまうの。良くないものに見入られたら不幸になってしまうわ。アニカは綺麗な心を持つ立派な魔女になってね。そして魔法の力で村のみんなを助けてあげるのよ。お母さんが求めていたものとは真逆のことになっちゃったな。うん、私もお母さんみたいな素敵な魔女に。まだ足りないわ。あの魔女狩りには周辺の村も加担していた。まだお母さんの復讐は果たせていない。アニカは村を焼くことにした。おー、怖いなこれ。始まりの村クリア、ゾウプラス10。なるほど、5分間で自動に燃えるんだな。自動的に燃えていくんだね。教会の村、ストーウィン。おい、あの村の火事の話知ってるか？どうやら不審火だったらしいが。ああ、あそこはこの間魔女を処刑したばかりだろう。その魔女の仲間がやったんじゃないか？神父様がいるとはいえ、このストーウィンも危ないかもしれないな。おお、これが神父様か。イケメンだね。魔女の話は私も聞いています。皆さん、村の警備をさらに強化しましょう。神父様、本当に大丈夫なんでしょうか？こいつらも加担したんだろうね。案ずることありません。この村は神のご加護のもとにあります。魔女もいずれ罪を償うことになるでしょう。うむ、神父様がそう言うなら、魔女ってだけでね、悪と決めつけているっていう、その神は良くないよね。よし、夜班の人数を増やすことにしよう。神父様も魔女にはお気をつけください。ええ、もちろんです。私の愛する村、ストーウィンを魔女などに滅ぼされるわけにはいきませんよ。周囲の村の警戒度が上がったようです。使い魔を刺激して村焼きの成功率を上げましょう。5分間に1回燃やすってことだけど、確実に燃やせるかどうか分かんないんだな。じゃ、これはここだよね。こいつしか多分雇えないよね。悪魔、馬を殺したり窃盗を働くことによって村人の気を引く。なるほど、これで単純に炎を使う使い魔ではないけど、まあ、こいつを利用して、まあ、村を、今んとこあれだろうね、ファイヤーボールとか使ってんじゃなくて普通にライターとかで放火してんだろうね、アニカちゃん。おい、象を使って彼の砂を浴びた者はすぐに眠ってしまうだろう。サラマンダ、知能が高く自立して行動できる炎の精霊、成功率高い。5分ごとに象を15増加させる。強い、欲しい。ふわふわ漂い遠くの村に火をつける亡霊、5分ごとに像を10増加させる。いいね、こいつらを全員とにかく欲しいな。次刺激するのはやっぱ火の粉だな。像を5分ごとに増やすらしいので、で使い魔を、おお、装備した。これで、あ、村の情報ね。祭りの村ケルド、小さな村。ただし今夜だけは1年に1度の盛大な収穫祭が開催される予定。今夜は村人も夜遅くまで起きているため、通常の使い魔をしてきた状態では村焼きの成功させるのは難しいだろう。たった1日の出来事ではあるんだな。で、ここストーウィンだな、狙うのは。
この村の警備は始まりの村よりも厳しいため、村人の気を引くような使い魔をしてきた状態にする必要がある。なるほど。こことかを単純に名前のない村を焼く可能性もあるわけだね。ほう、面白いね。こういう名前のある村を焼くのはとても難しそう。壁の村ダントレー。堅牢な石壁に囲まれた村。他の村よりも多少経済的に豊かな村。ただし、どれほど硬い壁でも壊してしまう使い魔は存在する。なるほどね。この堅牢なとこを神父様に守られたところ、水に、囲まれたところ、お祭りやってて、人々が眠っていないので、単純に焼きにくいところ。それがあるわけだ。全部の村を焼くと、アニカちゃんの、その、なんていうの、復讐は完了っていう感じでしょうか。まあ、大体やり方は分かったね。5分間待ったら、自動的に火が燃えるっていう感じですね。これはとてもコスパの悪い実況の匂いがしますな。おー、来たー！燃やしたー！教会の方一気に行ったなー。今回の5分間ね、5分間ただただ黙ってたんですけど、まあ、今回5分間の間にポケモン GO で時間を潰してたんだけど、そのポケモン GO でね、グライガーの色違いが出て、私今とても気分が高揚しております。かつて村だった場所に生き残った数人の村人が立ちすくんでいました。美しい教会がシンボルだったストーウィン。そのすべてはアニカの放った炎によって焼き尽くされてしまったのです。ライターの火だね。まだ炎の魔法。まあ、炎の魔法、ファイヤーボールぐらい持ってんのかな？なんということだ。こんなことに。アーデルさん、どういうことだ？あんたの言うようにしてれば、魔女の手から村を守れるって言ってたじゃないか。そうだぞ。悪魔が現れたなんて話もまで聞くし、何のためにあんたのところの教会に寄付してると思ってるんだ。もしかしてアーデルさんよ。あんた魔女と通じてるんじゃないだろうな。いや、ひどいな。人間の憎悪ってのはもうとても醜いですな。わかったぞ。村に現れた悪魔っていうのもアーデルが呼んだんじゃないか。そうか、アーデルは悪魔の仲間だったんだ。この村が燃やされたのもアーデルの。何を言うのです。私が悪魔の仲間、バカバカしい。悪魔悪魔悪魔め、早くこいつを処刑しろ。やめなさい。そんなことしてもやめてください。村人にとってアーデルが本当に悪魔の仲間なのかはどちらでもいいことでした。ただ彼らは自分たちの住む場所を奪われた怒りや絶望を何かにぶつけたいだけだったのでしょう。アーデルは貼り付けにされました。アーデルは死ぬまで村人に石を投げつけられました。愛する村の人々に処刑される瞬間、アーデルは何を考えていたのか、それは誰にもわかりません。いやー、恐ろしいゲームだね、これ、本当に。人々の憎悪。これ、ドフラミンゴのワンピース、最近ワンピース読み直したんで、実況中にワンピースの話が多いんだけど、天竜人の出会ったね、ドフラミンゴの話とか、デビルマンの最後とかね、漫画版の、こんな感じでしたよ。人間っていうのが、一番怖いのは人間っていうね。は、はは、入らないでください。ここには何もありません。何を言うんだ。ここに魔女がいるのは分かってるんだぞ。神父様のところに連れ出してやる。そこの娘も魔女なんじゃないだろうな。いいえ。魔女は私です。ですが、私の娘はただの人間です。ですから処刑するのは私だけに。いい君だわ、あの神父。さあ、次の復讐よ。アニカは村を焼くことにした。ああ、恐ろしいゲームじゃ。おお、象増えたね。教会の村、ストーウィンクリア。これ成功率って書いてあるから、この村を焼くことが成功するかどうか分かんないんだろうな。失敗したりしたら、周りのなんか何でもない村が焼けたりするのかな？ケルド。お、夜な夜な祭りをしている村ですね。ある兄弟。お兄ちゃん、魔女がこの辺りの村を焼いてるって本当？私怖いよ。大丈夫さ。今日はお祭りの日だからね。村人はみんな外にいるから、魔女も近づけるはずないよ。うん、そうだよね。みんなの目があるもの。魔女もきっと近づけないよね。みんなの目がある。ここですね、次の目標は。夜遅くまで起きている。通常の使い魔をしてきた状態で村焼き成功させるのは難しいだろう。通常の村。これですよね。必要なの、明らかに。60。50。
5分ごとに銃増やすっていうのもいいんだけど、案外火の粉をね刺激させるのもありなのかもしれんけど、まあこれだな。ふむ、寝不足のようだな。これで使い魔を、おかっこいい、サンドマンに変えて、普通になんか使い魔っていうか人間みたいに見えますけどね。で、まあここを燃やせるかもしれないってことですね。じゃあ次の5分間別の暇つぶしして待ってましょうか。おー、燃えたー成功しました。はい、今回の5分間はね、ずっとねフリームっていうフリーゲームの、投稿サイトでねゲームを探しておりました。ゲーム実況者っていうのはね、まあ編集する時間とか、ゲーム実況する時間とか、まあいろいろねエンコードする時間とかいろいろあるんですけど、まあ俺が一番ね大変な時間っていうのはゲームを探してる時間なんだよね。なのでちょっとこの5分間ね探しておりました。いいゲームは見つかりませんでした。またねいいゲーム見つけていきたいんだけど、今年は年に一度のお祭りの日、きっと楽しい日になるはずだったのに。そうだよね、一番楽しい日に悲劇が起きるってことだもんな。あのサンドマンが眠らせたわけだよね。悲鳴がこだましています。多くの村人は焼け死んでしまったようでした。しかしまだ生き残っている村人はいたのです。あれさ、サンドマンの成功率中って書いてあったから、下手したら2回に1回とか3回に、まあ、75% ぐらいの確率で成功するんだろうけど、失敗する時もあるんだよね、多分5分に1回。だから今んとこ結構運がいいかもしれないな。悲鳴がこだましています。多くの村人は焼け死んでしまったようでした。しかしまだ生き残っている村人はいたのです。あの二人だ。お兄ちゃん、今助け出してあげるからね。ダメだ、お前は逃げるんだ。ダメだよ、こんなことしたらお兄ちゃんこのまま。ダメだ、逃げてくれ。嫌だよ、絶対に嫌。もうみんな死んでしまった。お前まで死んだら誰が村を焼いた犯人を見つけるんだ。いいか、みんなの無念を晴らすんだ。だから逃げろ、逃げて生き延びるんだ。なんか今後出てくるとかあるか、妹。わかった。兄か、私、なんで村を焼いてるんだっけ。そうだわ、お母さんのためよ。お母さんのために焼いているのよ。これ目的がもう、なんだろうな、お母さんの復讐から単純に村を焼くっていうことに、目的がもう、憎悪がありすぎて、シフトしてきてるというかね、わかんなくなってきてる。そうだよね。お母さんも嬉しいよね。さあ、次の村よ。アニカは村を焼くことにした。いやー、恐ろしいゲームですな、これ。祭りの村ケルド、クリア。ゾウプラス70。水の村アクレに。あ、あれか。おい、聞いたか。ケルドもストービーもやられたってよ。なんでも、魔女が使い魔を引き連れてやってるみたいだ。おー、恐ろしい。魔女ね。ふふふ、みんな何を怖がってるの？あ、そうだ、ここには水の精霊を刺激してる何かがいるんだ。この鈴の音のような声は、あ、めっちゃ可愛い子、水葉。この水の聖女、水葉ちゃんがいれば、アレクの村は絶対焼かれないわ。タイプ相性は悪そうだな。おお、そうだ、俺たちには水葉がいるぞ。彼女は水の精霊を操れる聖女だ。火も化け物も怖くないな。この水の精霊を操れる聖女とさ、魔女を、火の精霊を刺激している魔女って何の違いがあるのって思うけどね。この子も魔女じゃないって思うけどね。さあ、私を称えて、アレイクの村のみんな。うわあ、水葉、水葉、水葉。これでダメだったら、あれなんだろうね。水葉も村人たちによって殺されたりしちゃうんだろうな。自立して行動できる。これは別だよな。三、ゴーレ無理だもんね。火の粉。村の精霊。これか、変えるのは、とりあえず。ふわふわ漂え、遠くの村に火をつける精霊。5分ごとに像を10増加させる。これちょっと、買っとこうか。で、使い魔なんだけど、とりあえず、これも一回読んでみようか。はい。炎の精霊を刺激するのが一番だろう。じゃあ今回は、あ、でも一応炎の、サラマンダーなのかな？炎の精霊。書いてあるもんね、炎の精霊って。泥の人形。まあ一応じゃあ、火の粉。
まあ、こいつも火の精霊ではあるだろうから成功する可能性もあんのかな。あと象も、勝手に5を増やす力もあるし、まあ、ダメだったとしてもここら辺の村を焼いてくれる可能性もある。多分残ってる村もあるからそういうことなんだろうな。記録しましょうか。いや面白いですね。ただ5分間ただただ暇ですね。ずっとちょっとね、漫画、電子書籍で漫画読んでて、あれ？なんか起きないな、5分もう経っただろうって思ってたんですけど、残ってた像確か40だったのに50になってるってことはもう15分経ってんのかな、これ。いつの間にか時間経ってて、燃えてなかったこの普通の村みたいなの燃えてるよね、これ。これとか燃えてなかったよね。はじめの村、はじめの村、お祭りやってる村、神父様がいる村の他にもう一つ村焼けてるから、気づかないうちに音もなく村焼けてるわ。これ町のほら、こことか名前ない村が焼けてるので、じゃあここの村を焼くのは失敗したっていうことなのかな。そんな感じするよね。でもまだ買えないもんね。このゴーレム使わないと、あれだよね、きっと。壁を破壊できないもんね、サラマンダ。サラマンダをとにかく刺激しないことには、無理なのかな。あそこ無理なのかね。成功率高い。5分ごとに像を15増加させる。なるほど。とりあえずこれゲームを閉じて、ゲーム閉じてても、確かこれ放置の時間経つはずなんですよ。なので閉じてっていうか、まあ放っておけばこれ増えるかな。うん。じゃ今日の実況はここぐらいにして、まあまだこの動画自体は続きますけど、明日やって、その間にめちゃくちゃ5分が経つから像がすげえ増えてて、明日はスムーズに実況できるってことを期待して、ちょっと、今日は終わっておこうかな。はい、1日経ちました。憎悪ポイントがね、めちゃくちゃ溜まってると嬉しいんですが、どうなっているでしょうか。うおーわーやばいやばいやばい、焼いた村278って、ほぼ焼いたじゃん。え？わー、もうなんか、メインの村以外はもうなくなっちゃいましたね。どんだけ像溜まってんねんってぐらい、像溜まりましたね。いや、買い放題でしょう。とりあえず、あそこの村を焼くためにはサラマンダが必要なので、うん、しかも5分ごとに像を15増加させる。もういらないけどね。いや、1日放置してたら、とんでもないことになった。これゴーレムを買っとくしかないな。驚異的な破壊力を持つ泥の人形。成功率が高くて、防衛力の高い村に有効。おきたな、これ。始まったな、これ。めちゃくちゃかっこいいもんな。これ5分経ったら、この水の都絶対燃えますね。で、ゴーレムに変えれば、多分、あそこが燃えた後に、ここゴーレムに変えれば、ここの壁の村も絶対滅ぶので、よし、これでエンディング、確定でいけますね。一日待った甲斐があった。家宝は寝て待て。来たー!5 分後、焼けました。おい、早く逃げ出せ。荷物なんか捨てていけ。なんだよ、水葉という女、水の精霊を操れるんじゃなかったのか。もしかして操れない説あんのかな。まったく、役立たずだぜ。こういう時のためにいるんじゃないのかよ、あいつ。もしかして偽ってたのかな。私使えるんだって言いながらさ、チヤホヤされてたけど、実は何も使えないただの女だったみたいな。あんな女、持ち上げることなかったんだ。いつも調子に乗りやがってよ。嘘でしょ。私の力が全然効かないなって。一応使えるんだな。どうしよう。怖いよ。足が動かない。誰か私を引っ張っていってよ。あ、待ってよ。私を置いていかないで。助けてよ。あ、おー、サラマンダーに首を。やっぱサラマンダーじゃないと倒せないんだな。村の聖女水葉の最後はあっけないものでした。自分を本当に好いている人間など誰もいないことを彼女は最後に思い知ったのでしょう。
その目には深い絶望が浮かんでいました。なるほどな。一応ちゃんと守ってはいたはずなんだけどね。ただ今回このサラマンダさんが強すぎたというか、なんて綺麗な炎なんでしょう。どんどん狂っていくよ。次はどんな光景が見れるのかしら。魔女は、うわー、アニカは村を焼くことにしたってここにいつもだったら出てたのに、魔女は村を焼くことにした。マジかー。おやおや、これは。いや、構わないか。こちらがダメになっても、あちらが実る頃ですからね。何ですかそれ。俺はサラマンダーちょっと一景をなんか考えてんのか。水の村アクレクリア、壁の村ダントレ、これ最後でしょ。まあもう一個ぐらい出るかもしれないけどね。ふっ、魔女の炎なんて怖がらなくてもいいじゃないか。ああ、なんせダントレは強固な壁に守られてるからな、まあ、逃げ道がないとも言えるけどね。魔女だの使い魔だの破られることはありえない。おお、ということで、ゴーレムさん、でけえ！やばい！やばいやばい。犯人の半沢さんみたいになってるよ、これ、コナンの。でかいね、これ。本当にゴーレムなんだな。じゃあ、5分後に、ね、5分後を楽しみにしておきましょうか。一応セーブしておいて、いや、面白くなってきたね。さあ、来ました。5分はあっという間だな。ゴーレムが壁を壊し、そこから火を放つ。中の人間は村の出口に殺到し、混乱しているうちに炎に巻かれていきました。もう入り口が一個しかないから、もうそこがね、団子状態になっちゃったんだな。アニカにとって村を焼くことは、小虫を潰すのと同じことでした。そして彼女にとって村を焼くことは、もはや復讐ではなくなっていました。さっきサラマンダーが言ってたことが気になるよな。しかし、彼女は気づいていなかったのです。自分が種をまいた結果、新しい魔女が生まれようとしていたことを、あ、復讐の復讐、妹だ。あそこの村の妹が魔女になろうとしてるんだ。うわー、恐ろしい話だこれ。復讐が復讐を生んでいる。お、もうこの辺りの村は全滅しちゃったわね。そろそろここを離れようかしら。ほら、あれ妹でしょ。やっと見つけた。あなた、誰？あー、出た！っていうか、魔女というか、これ、よく見るこの最後のさ、なんか、一見落着の後に最後、ドスって出てくる人。よくあるやつ。魔女になっちゃうんだな、これ、復讐。いずれ、こうなることは分かっていたのかもしれないわ。殺されても、仕方のないことをしてきたんだもん。自分がね、自分がされたこと、まあお母さんとかにね、されたことを、それ以上のことをやっちゃってるからね。結局魔女だったってことにもなるからね。初めの村人がやったことは、正しいことでもあったのかな、みたいなね。ああ、ついにですか。いざこうなると、魔女も脆いものだ。サラマンダなの？あなた、一応私の使い魔なんだから、私を助けようとしてくれたっていいんじゃないかしら。もう無理だろうけど。ええ、しかし私は興味をなくしたものには使えないようにしてるんですよ。アニカ、もうあなたに用はありません。え、それってどういう、こっちが新たな魔女に、 あなただったんでしょ。私たちの村をみんなを、私のお兄ちゃんを復讐してやったんだ。お兄ちゃん。おお、どうしたのですか。化け物。私はサラマンダ、炎の精霊です。精霊、あなたもこの魔女の仲間なの。先ほどまではそうでした。しかし彼女は慈しみのために命を楽しみのために命を奪うようになってしまった。それではつまらない。やはり人間にはもっと切実な泥臭い理由で動いても欲しいものですからね。どういうこと。いえ、こちらの話です。それよりあなた、いいのですか？使い魔は頭良すぎるとダメだな。リザードの進化系みたいになってるけど。あなたの復讐はまだ終わったわけではないのですよ。
復讐で戦なんか復讐で泥臭くやってる相手が好きなのかな、このサラマンダは。復讐じゃなくて楽しくなっちゃったらもうそれは美しくないみたいな。え、この魔女が村を焼いたんじゃないの？ええ、それはそうなのですが、ここから少し離れた先に魔女の集落があります。魔女を泳がせていてはまた悲劇が繰り返されるかも。あなたのお兄さんや知り合いのためにも魔女は根絶すべきだと思いませんか？まだ魔女がいるんだ。そうだよね、倒さないと人間は。めっちゃニヤーって笑ってる。私でよければあなたの力になりますよ。どうです、一緒に行きませんか？うん、わかった。サラマンダ、お願い、私の復讐の手助けをして。ええ、もちろんですとも。あー、復讐が復讐を生んで、これでまた新たな魔女がね、さらに生まれるみたいな感じになっちゃうわけだよ。こうして新しい魔女が生まれました。そしてこの物語も一旦終わりを迎えます。復讐が復讐を生み、村が焼かれる、あとはこれの繰り返しですから。まあそれを手助けしている私も私ですがね。でも言うでしょ、人間の不幸は蜜の味と。あなたもあまりこんな悪趣味な物語を眺め続けているものでありませんよ。言われてますよ皆さん、眺め続けているものでありませんって言われてますよ。あとは私が個人的に楽しんでおきますから、ご心配なく。さあそれではさよならです。今日はどこの村を焼きに行こうか。一番悪趣味なのはお前やぞ。ああすごいゲームだったねこれは。ああ恐ろしい放置村焼きゲームだからな。まあ恐ろしい話なんだろうなとは思いましたけども、これは深いね。最終結果、像2475、焼いた村の数282。まあ、一日放置しただけあって焼いたね。アニカは村を焼くことにしたエンド。え？え？まさかこれは。お？なんかあんのかこれ。え？いやでも初めからやったら初めからになっちゃうよな。まあ、そういうエンディングしかないのかな、ちょっとわかりませんが。はい、調べましたが、エンディングは一つらしいですね。やはりこれが一つの、終わりというか、まあ、復讐が復讐を生む物語という感じでした。いやー、一日待ったかいありましたね。これは恐ろしいエンディングでした。またね、こういったゲーム見つけたらやってみたいと思います。この作者さんのゲームはね、この前やったパルフォンとか、オーメン、ラボラトリーとか、結構いいゲームがね、デスフィリックスみたいな、デッドフィリックスとか、あと、ヤンデーゲーム実況者がどうのこうのとか、まあ、結構いろいろやってるんですが、どれも個性的でね、すごい面白いです。エゴサのゲームとかね、いろいろやったことあるんですが、どれも全部違うジャンルのね、ゲームを作られてる方で、いや、すごいなっていう感じなんですが、またね、このサクサさんのゲーム、出たらやってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。アニカは村を焼くことにしたでした。